ュージョンクラブです。それではですね、シャナクラブの2人を交えながらフュージョンという音楽の旅に出てみたいと思います。ちょっとですね、やっぱり旅に出るには準備が必要ということでですね、それでは、シャナクラブの2人を交えてフュージョンという音楽の旅に出たいと思います。
さてここでメンバー紹介をしたいと思います。まずはじめにシャナクラブの誇るドラマヒロムっていうっていう俺昨日知った。本当ですか。芦田ヒロム、イエイ。そしてシャナクラブが誇るイケメンボーカリスト改め、キーボードオンキーボード松下光大。そして、フュージョンセクションが誇るイーウィーニスト改めサクソフォニスト、サクソフォニストでいいのかな、おすげえ合ってた、高橋名人。なんかね喋れる時間があったら面白かったんだけどね。いやいやいや今回ちょっと緊張してるということで。いやいや言うてなんか結構お前も喋りたがりやん。いいよいいよそういう俺ねそういう姿勢ね俺ねいいと思うよ。そうだ、ね、マイクあったねそこに忘れてた。そして、次にフュージョンセクションの誇るギタリスト太田芳樹そしてフュージョンセクションの誇るベーシスト玉川直親です。それではこの曲聴いてください。 T スクエアからエクスプローラー。
はい、ありがとうございました。私は今非常に、人生で大切なことを学びました。自分で自分を持ち上げるのはすごく緊張するなという、申し訳ないですね。それでは、いや失敗した感がありますねいいですかね。それでは、業務連絡があります。飲み会なんですけど15分遅らせましたということで、今何分だ。あ、じゃあまあ余裕を持って、終わり、ライブ終わり撤収し、移動するという形でお願いいたします。そして、フュージョンセクションシャナクラブ、ジョイントライブ締める曲がですね、シャナさんも知っている曲です。皆さんグランツーリスモ好きですか。フュージョンの人からすると、あらしいね、フュージョンの人からするとそれってちげえだろって言われるかもしれないんですけど、けど俺は一緒の曲だと思ってるんでいいです。それでは聴いてください。